状況は理解できました。エステルさん、ヨシュアさん、本当によくやってくれました。まさか女王陛下直々の依頼を受けてきてくださるとは。運が良かっただけよ。でもここから先は運じゃ乗り切れないかも。うん、気を引き締めてかからないとね。それが分かっているのであれば、私から言うことは何もありません。ともかくこれでラッセル博士の依頼は達成ということになりますね。今後も何かとご入り用でしょうし、ここで報酬をお渡ししておきます。さて、それからジンさん、あなたがカシウスさんに招かれて来てくれたというのは行幸でした。永久遊撃士としての力をどうか私たちに貸してください。ああ、そのつもりだ。旦那への借りを返す以前にこんな大事件は放っておけんよ。最後まで手伝わせてもらうぜ。さすがじいさん、太っ腹。ところで永久って何？声優劇士の実力を表すランクのことだよ。一番下の G から A までの7段階に分かれているんだ。それじゃあ永久って最高のランクってことじゃない。ジンさんってそんなすごい遊撃士だったんだ。俺なんざ A 級の中でも下っ端の方さ。それに A 級は大陸全土で20人くらいはいるんだが、その上に実は非公式で S 級というランクがあってな。これは国家的な事件を解決した遊撃士にしか贈られない称号なんだ。大陸全土でも4人しかいない。どれだけすごいのか想像もできないんですけど。どうやらお前さん何も知らないみたいだな。その一人ってのがカシウスの旦那のことだぞ。まさかヨシアも知ってたんじゃないわよね。ごめん、実は知ってた。5年前に共和国での事件を解決してそうなったみたいだね。はあ、もういい加減怒る気もしないわ。王国軍大佐だの、影の英雄だの、牽制だの、 S 級遊撃士だの、そんなにすごかったんだったらとっとと帰って今回の事件も解決してくれりゃいいのに。その通りかもしれんな。そもそもあの旦那がいたらここまで事件が大きくなる前にクーデターを潰していたかもしれん。ヨシュア、どうしたの？少し妙だと思ってね。一連の事件は全部父さんが旅立ってから起こったことだ。まるで父さんの留守中を狙ってクーデターを起こしたような、そんな印象すら感じるんだ。うん、旦那が帝国に向かったのもクーデター計画の一環だった。つまりそう言いたいわけか。いえ、さすがに考えすぎでしょうね。あの父さんを気づかせないように誘導するなんて可能とは思えない。よほど父さんの動きを把握してその裏をかける人物じゃない限り。確かにそうかもね。私なんて近くにいたのに何をしていたのか知らなかったし。
まあ旦那の裏をかけるなんて例の大佐にも無理だろうよ。多分二つの大きな事件が偶然に重なっただけだろうな。いずれにせよ頼みの柱たるカシウスさんの力は借りられません。ですから私も覚悟を決めました。これより遊撃士協会オート支部は緊急体制に移行したいと思います。緊急体制って、なんといっても女王陛下直々のご依頼です。規約第3項国家権力に対する不干渉の枷はこの時点でなくなったわけですが、それでも軍とギルドでは根本的な戦力が違いすぎます。ジンさんはもちろん、オートにいる他の遊撃士全員にも協力していただきましょう。なるほど、確かに情報部と喧嘩するならそのくらいの戦力は欲しいわね。できれば他の国内支部にも協力してもらいたいのですが、今日になって関所や発着場が軍によって完全に封鎖されました。テロリスト対策という名目です。え？実質上の戒厳令ですね。いよいよ敵さんの動きも本格化してきたってことだな。おそらく潜伏中の親衛隊や我々の動きを封じるつもりでしょう。人質救出は手持ちの戦力だけで行うしかありません。正直きつそうだけどやるっきゃないわよね。ところで人質が捕まってるのは具体的にどこか見当がつきそう？そうですね、先ほどからいろいろと考えてみたのですが、やはり一番怪しいのはエルベリキューだと思います。エルベリキュー、森の中にある王家の建物ね。可能性は高そうですね。テロ対策という名目で特務兵たちが使っていたし、それに王族の女性をレイストン要塞のような場所に監禁はできないと思います。ただ相手が軍なだけに確実な情報が欲しいところだな。間違いでしたで済む相手じゃない。ええ、その通りです。どちらにせよオートにいる他の遊撃士たちをここに集めなくてはなりません。そこで彼らに声をかけながら情報を集めていただけませんか？確かエステルさんたちは雑誌社の記者さんとお知り合いだったはずですね。あ、ナイアルのことね。確かに何か情報がないか聞いてみた方が良さそうだね。それと潜伏中の親衛隊にもできれば協力を要請したいところです。こちらの線も当たっていただけると助かります。ということはシスターになりすましているユリアさんに連絡を取るのね。紹介状の件で助けてもらったし、一度報告した方が良さそうだね。じゃあ大聖堂も訪ねてみようか。オートにいる他の遊撃士はクルツさん、グラッツさん、カルナさん、アネラスさんの4名です。酒場や普段使うお店、あとホテルなどにいると思います。見かけたらここに集まるように伝えてください。うん、オッケー。それでは早速出かけてきます。オートにいる他の遊撃士はそれぞれ酒場や普段見つけたら、それから親衛隊やお知り合いの記者の方にも、あた
見つけた。おっと、優勝チームのお出ましか。晩餐会で城に泊まったそうだが、もう帰ってきちまったのか。さぞかしうまいもんを食ってきたんじゃないのか。確かに美味しかったけど、それどころじゃなかったのよ。それどころじゃない？おいおい、マジかよ。残念ながら、かけ根なしの本当だ。俺の二つ名にかけてもいい。不動の陣。あんたが動いているってことは、疑う余地はなさそうだな。よし、わかった。ありがとう、グラッツさん。まずは作戦会議をするので、ギルドに向かってください。みんな集まってくるはずです。わかった。後でな。おや、あんたたちか。ジンの旦那まで一緒に、一体どうしたんだい？実は、かなり面倒な話になっちまってな。なんだい？ただごとじゃなさそうだね。どうやら冗談じゃなさそうだね。関所と発着場が封鎖されて気な臭いとは思っていたが、事情は分かった。私はどうすればいい？まずは全員で作戦を練ろうという話になりました。ギルドに向かってください。了解だ。一足先に行ってるよ。
こっちはロレントだね。帰るのはまだまだ。
あら、新人くんたちにジンさんも一緒じゃない。もうお城から戻ってきたんだ。うん、そうなんだけど。アネラスさん、少し時間をいただけますか？なになに？面白い話でもあるの？面白いかどうかはともかく、びっくりするのは確実かも。へえ、なんだか楽しそうじゃない。こんなところで立ち話もなんだから、外の休憩所でも行こっか。念のために言いますけど、冗談じゃありません。大きな仕事になりそうなので、力を貸してほしいんです。ごめん、ちょっと混乱して事態が把握できてないみたい。よくわからないけど、みんなギルドに集まるのね。うん、エルナンさんが詳しい話をしてくれるはずよ。わかった、とりあえず行ってみるね。Thank you.
そういえば、リベール王家の歴史は随分古いそうですね。そのルーツは1000年以上前に遡ると聞いています。へえ、王家ってそんなに昔からあったんだ。それだけに王城の中がどんな雰囲気なのか非常に気になるのですが、エステルさんたちは昨日城内に招待されていたんですよね。よろしければお話を聞かせちゃくれませんか。歴史とか伝統の重みを感じるなとは思ったけど。確かにいろいろと見どころはあると思いますよ。でも僕たちもそれほどゆっくり見て回ったわけじゃないんです。あまり教授のお役には立てないかもしれませんね。そうですか。残念ですが、城内の一般公開が再開されるのを待つしかなさそうですね。
あの時の記憶、あと少しで思い出せそうなんだが、まるでもやがかかったみたいに。あ、クルツさん。よかった、ここにいたんですか。おや、エステル君とヨシュア君か。ジンさんも一緒にどうしたんだい。俺たちが昨日晩餐会で城に行ったことは知ってるだろ。その時にこの新米二人がとんでもない依頼を受けてきたんだ。とんでもない依頼？クルツさんには多少詳しく説明した方が良さそうですね。それは本当か？モッチのロンだってば。だからクルツさんにも手伝ってもらいたいのよ。いや、そうじゃない。陛下の依頼というのも確かに驚きなんだが、大佐が手に入れたという漆黒のオブメントというのは本当に存在するのか。クルツさん、どうしたの？なんだか顔が青くない？これは、ちょっと離れてろ。え？何今の？触れてもいないのにビリビリっときたわ。今のが気功だ。触れてもいないのに肉体に直接作用する。ま、
時間がなかったから荒っぽく行かせてもらったぜ。どうだい気分は。ああすまない、もう大丈夫だ。全部ではないが、ようやく思い出すことができた。そのショックで体が言うことを聞かなくなったみたいだ。思い出したって？前に話しただろう、3ヶ月ほど前の事故さ。クルツさんが仕事中に記憶をなくした事件ですね。ああ、私はあの時ある人物に頼まれて黒装束の連中のことを調べていた。そして連中が運んでいた怪しげな代物を奪取したんだ。それは漆黒のオーブメントだった。その人物というのはもしかして。ああ、君たちの父親のカシウスさんだ。私は急いでそのオーブメントを小包みでカシウスさん宛に送った。なんとかそこまでは思い出したよ。それじゃあ小包みを送った K って。ああ、私のことだ。ラッセル博士に解析してもらうようメモに進言した記憶がある。そうか、あの小包みは君たちが受け取ったのか。クルツさん、その後の記憶はどうですか？父さんに小包みを送った後、あなたに何が起こったんですか？ああ、発着場を出た後、誰かに声をかけられて、その後は、ダメだ。もやがかかったように思い出すことができない。あまり無理をして思い出そうとしない方がいい。体に負担を与えるだけだぜ。ああ、わかった。とりあえず、あの時のことを思い出せただけでも上出来だ。それにしても、一体誰がこんなことを。やっぱり、特務兵たちが何かをしたってことかしら。可能性はあるね。アガットさんを蝕んだ毒物もそうだったけど、特殊な薬品を開発してテストしているみたいだからね。記憶に負荷をかける作用を持つ薬品が使われたのかもしれない。なんだか気味が悪いわね。とすると空賊のボスとかダルモア市長も同じってことね。私たちも気をつけないと。すまない、肝心の話がまだだったな。陛下の依頼の件は了解した。どうか私にも協力させてほしい。でもクルツさん、調子は大丈夫？ああ、記憶を取り戻して逆に体が軽くなったくらいさ。落とし前をつける意味でもぜひとも協力させてほしいんだ。その調子なら大丈夫そうだな。一旦作戦会議がある。まずはギルドに向かってくれ。わかった、恩に着る。話が大きすぎてさっきは混乱しちゃったけど、ようやく事態が飲み込めてきたわ。これだけの事件となるとさすがに緊張しちゃうわね。さっきはかっこ悪いところを見せてしまったね。自分の記憶のことは気になるが、今は女王陛下の依頼に集中するよ。あのリシャール大佐がまさかクーデターとは。俺たちはすっかり騙されてたってことか。こんなに大きな依頼は私も初めてだよ。
失敗は許されないし、作戦は綿密に立てないとね。遊撃士は全員揃ったようですね。あとは親衛隊やお知り合いの記者の方にも連絡してもらえると助かります。おや、お前さんたちは。その遊撃士協会の者です。
こちらの大聖堂にシスターエレンという方はいらっしゃるでしょうか。おお。それではお前さんたちが彼女の協力者というわけか。え？事情は完全に分かっていらっしゃるようですね。彼女に頼まれたことがあって、その報告に参上しました。残念ながら彼女はもうこの大聖堂にはおらん。今朝方私に挨拶してここを去って行ってしまったよ。どこに行ったんですか？いや、残念ながらわからない。王家との長年の付き合いから彼女をかくまわせてもらったが、今回の件について私は彼女から詳しいことは聞かされていないのだ。多分教会に迷惑をかけたくなかったのだろう。そうですか。だが安心するといい。ここを去るとき彼女の目は希望の光に満ち溢れていた。絶望の末自暴自棄になって出て行ったわけではなさそうだ。それを聞いてちょっと安心しちゃった。でもその様子だと親衛隊には連絡つかないかも。ま、ないものねだりをしても仕方あるまい。ひとまず親衛隊の存在は脇に置いといた方が良さそうだ。残念ですけどそうするしかありませんね。どうやら大変な困難にぶつかっているようだな。女神は自らを助く者を助ける。精一杯頑張りさえすれば必ずや良き導きがあるであろう。首長、やっぱり変ですよ。2日も連絡がないなんて。彼のことだからスクープを探して夢中になっとるだけだと思うんだが、確かに戒厳令に近い状況で何の連絡もないのは変だね。おや？あ、エステルちゃんたちだ。こんにちは、ドロシー。失礼します。君たちか、よく来てくれたね。どうも、こんにちは。ナイヤルに会いに来たんですけど、ひょっとして出かけちゃってます？それがちょうどそのことを話していたところだったんだ。実はナイヤル君、昨日と今日と編集部に来ていなくてね。連絡も一切ない状態なんだよ。昨日と今日ですか。僕たち一昨日の夕方にここでナイアルさんと話をしていましたけど。本当も何も、ナイアルの伝言を伝えたのはドロシーでしょうが。準決勝の後ここに話を聞きに来たのよ。ああ、そういえばそんなこともあったような。ねえねえ、ナイアル先輩、その時に何か言ってなかった？どこかに出かけるとか。うん、確かにそうだったね。通信で誰かに呼び出されてどこかに出かけていったんだ。君たち、そいつは本当かね？はい、どうやらその時から今まで消息不明ということになりますね。そんな、先輩が死んじゃうなんて。
起でもないこと言うんじゃありません。今日から定期船は運航停止してるらしいけど、昨日までは運航してたんだから別の地方に出かけたんじゃないの？発着場に問い合わせたけど名簿には載ってないって言うんだ。となるとやっぱりオートにいると思うんだけどね。お前たちがその記者に最後に会った時のことだが、そのナイアルって記者は何か記事になりそうなネタを話していなかったか？え？こういうご時世だ、マスコミへの軍の規制もかなりのもんだろう。どうだい編集長さん。まあ確かにその通りですよ。特に情報部絡みの話になると検閲されまくりという状態です。腹立たしいったらありゃしない。そういう状況じゃ記事にできそうなネタも少ない。だが記者だったら少しでも新鮮で話題性のある記事を読者に提供したがるもんだろう。なるほど、情報部が検閲しても問題ない新鮮で話題性のあるネタ。それについてナイアルさんが何か話していたかどうかですね。ああ、それだったら。ほう、晩餐会の時に公爵が言っていたあの話か。なんだナイアル君、君たちにも話していたのか。確かに本当だったらすごいスクープになるからね。どうにかして裏を取ってみるとは言っていたが。ナイアルって記者はどうしてその話を知っていたんだい？王室関係者以外は知るはずのない情報だろう。確かエルベリ宮に勤めている友達に聞いたって言ってましたね。オフレコだけど姫様のことをテロリストが狙ってるらしくて、それで姫様エルベリ宮に内緒で保護されてるんですって。やっぱり。ふん、これで裏付けが取れたな。もしあの日通信してきたのが離宮に勤める友人だとしたら、ナイアルさんも離宮にいる可能性が高くなってきましたね。そうか、確かにナイアル君だったら姫殿下にインタビューするために強引に潜入することもあり得る。それで兵士に見つかって捕まってしまったのだとしたら。ナイアル先輩が死んじゃう。だから死なないってば。でもそれが本当だとしたら簡単に解放はされないでしょうね。クローディア姫と同じ立場になっている可能性が高そうだね。君たちはこのオートで、いやリベールで何が起こっているのか知っているんじゃないのかね。ごめんなさい、それを話すわけにはいかないの。ナイアルさんのことは遊撃士協会に任せてください。もし拘束されているとしたら必ず解放されるよう計らいます。そうかい、わかった、よろしく頼むよ。お願いね、エステルちゃんたち、ナイアル先輩を助けてあげて。うん、任せておいて。お願いね、エステルちゃんたち、ナイアル先輩を助けてあげて。
Thank you.